サラリです。乾杯。はい、ドラクエツやってこう。ベラノールに来てるんですけれども、あのあっちの旅の扉、右側に見える旅の扉に入って、なんか祠に繋がってたんですけど、ロンダルキアに行けるけど、なんかどうやって行くのみたいな感じやったじゃないですか。あっこに行ってみたいなと思ってるんですけど、今日はね、その前にですね、この女性の情報、これ、世界樹の木が生えてて、その葉を一度に一枚ずつ落とすっていう、その葉を、そういえばこれまだ拾ってないなと思って、うん、これきっとね、世界樹の葉なんですけど、なんかコメントでも世界樹の葉は拾っといた方がいいよみたいなことを教えていただいたんで、ちょっと、さっき世界樹の葉を拾いに行きたいと思います。東にある島。っていうのがキーワードですね。はい、ちょっと地図を確認しまして、よいしょ、東にある島、多分あれのことですね。うん、あれのことやと思う。あっこに目指して行ってみましょう。ここからも近いですし、トヘロスをかけて、よし、おい、じゃあ世界樹の葉を拾いに行くぞと、よいしょ、よいしょね、行きましょう行きましょうと。まあ、前回ね、なんかすごいところをたどり着いたんですけど、まあそれは行けたら行きましょうか今日はね。怖いねんけど、めっちゃなんかさ、入り組んでそうじゃないのダンジョン、めっちゃ迷いそうなんですけど、ここのことかなと思ったんですけどね、なんか東のことというと、ここではない、なんかびっくりマーク出ますかね。出ませんね。とこのことではなかったのかな。違うかも。ここじゃないかも。よし。では、もっと東かな。もっと東のことなのだろうか。じゃあ、ちょっと、近道するためにルーラーで飛びましょう。じゃあ、ザファンに行く？ザファンから近くにある島全部当たってったら、結構ありそうじゃないです？トヘロスかけとこう。よいしょ。この辺にいろんな島があるはずなんですが、ね、ありますよね。あれ？もうちょっと上やったな。もうちょっと上でした。よいしょ、行きましょう行きましょう。探そう探そう。ここの祠はもうなんか旅の祠でなんか飛んできたよね。この辺でも光ってんのかな？いや、わかんないんですけどね。まあ、ここでもなさそうやな。まあ、でももっとわかりやすくさ、一本でっかいさ、世界樹っていうくらいやから、一本でっかい木立ってあるはずですよね。この辺ではないのかな。この辺そうかなと思うんですけどね。ないですね。違うかもしれないね。あ、ちょっと待って、下が怪しいぞ。この下が怪しい。よいしょ。なんか見えました、今。チラッと木みたいなのが見えました。ほら、絶対これやんな。お、ほら、なんかおもむろに真ん中に木がありますもん。ここでしょう。あ、やっぱりびっくりマーク出た。よし、はい、調べましたら、はい、やっぱり世界樹の葉を見つけました。よっしゃー、オッケー。ほんじゃ戻ろうか。サクッと見つかってよかったね。じゃあベラヌールに戻りましょう。はい、じゃあここの祠に行きますか。よし、世界樹の葉は生命に溢れた奇跡の葉。これね、戦闘不能が治るはずなんですよ。では、ここの祠に入って、ここでトラマナをかけてダメージ効果を回避して、よいしょ、行きましょう。やー。はい、行きました。もう一回かけといた方がいいのかな？はい。これで、ちょっと分かってないんですよね、こっから。この祠の西にロンダルキアへ通じる道があるという、って言ってるんですよね。しかし、お若いの、その道はかなり険しい。あ、もしかして、ちょっと待てよ。ここ、ただ単に出口がない。あ、ちょっと待って、びっくりなってる。あ、蕎麦屋さんの種。なんか落ちてたの拾ったけど。蕎麦屋さんの種、誰に使おうか。ルビーに使おう。よし。この祠に出口がないんですよ。なんでやろうか。西に、あ、食らっちゃった。これ結構食らうはずよ。
あ、出れた。あ、出れました、出れました。あ、ちょっと待って、ここどこ？なになに？この祠の西にロンダルキアにつながる道があるって言ってるけど、なんかおるで。なんかおるねんけど、どうしよう。戦うんかな、これ。ちょっと喋りかけてみましょう。キーキー、いじめないでくれよ。いいこと教えるからさ。ムーンペタの町に水の紋章があるって話だよ。もう手に入れましたよ。そうやんな。この子の仲間かな。この子と同じグラフィックでしたよね、倒した敵。その後に水の紋章を手に入ったもんね。さてと、これは毒沼なのか。毒沼ですね。じゃあ、これもトラマナかけて。あ、出れたわ。すぐ出れました。おや？なに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 ？燃えてる。なんか燃えてる。ここどこ？あ、そっか。なんか思わぬ場所に出てきましたね。ここが祠だったんですね。ベランヌールは、ここから真西にあるんですけど、ここまで旅の扉で飛んできたってことなんですね。そっかそっか。あ、そっか。そっか、ここ山に囲まれて行けなかったんですよね。そういうことですね。この日越えないといけないっぽい。険しい道って言ってたけど、これどうしよう。なんか喋りかけたら戦闘が始まったりすんのかな。ベホイムかけとこっか。よし、全開しましたと。はい、ちょっとじゃあ喋りかけれんのか。これ幽霊なのかな。何なのだろう。勇者の子孫よ、どこへ行こうというのか。ルビス様の加護を受けたか。しかしハーゴンの大地に行けるのは邪教の友証を持つ者だけだ。この海のどこかに邪神を祀る秘密の洞窟があるという。きっとそこに。そっか、ここまだ行けへんねや。ほんだら、あ、そっか、邪神の像を持ってないといけないみたいな、誰かが言ってたね、そういえば。じゃあここ通してくれないのね。海のどこかに秘密の洞窟。はい、多分なんですけど、前回の最後にすんごい洞窟に入ったじゃないですか。絶対あっこですよね。今考えうる選択肢はあっこしか残ってないんですよ。あっこに行くしかないね。あー、やだやだやだ。ちょっと待って、なんかいいもん買えへんかな。なんかまだゴールドが5000ゴールドぐらい預けてたと思うんですよ。なんか1個ぐらい買えるんちゃうかな。なんか買ってこうよ。ここは強いの売ってたような気がすんねんけどな。あれ、どこや。あ、そうそう、こっちね。ここよいしょ。すいません、どいてください。すいませんけど、どいてください。どいてよ。もう邪魔なんですけど。その下に行きたいんですよ、我々は。あ、どいてくれた。よしよし。はい、なんか買えません。力の盾欲しいよね。これ使えるって、戦闘中に使えるっていうコメントいただいて、多分ベホイミなんですよね。ベホイミやったらでかいよな。 MP 使わずにベホイミ使えるってでかいよな。しかもランドの守備力上がるしな、これ買ったら。これ欲しいな。でも足らんな。なんか売れないかな。何も売れそうなものが。魔導士の杖。でもギラ、なんか困った時にギラできるしね。まあ、ギラ一回、一回の杖あるし、魔導士の杖売っちゃおう。うん。ほんで、ここで引き出すお金。5000、そう、預けてたのよね。はい。これで買える。これで力の盾が買えます。力の盾買いましょう。はい。お、ほら、戦いの時に道具として使っても効果があるぜ。はい、ランドに装備させても、川の盾やって。川の盾から一気に力の盾にグレードアップ。やばいな、川の盾も扱ってたんや。いや、全然装備できるもんがなかったんですよ。はーい、売りますと。よっしゃ、これで OK。 はい、これで行きましょう。ちょっと宿屋に泊まってから行きましょう。宿屋泊まれるかな。500ゴールドあるか。いけるよね。はい。あ、結構良心的やった、ここの宿屋。はい、宿屋に。あれ？ちょっと待って、今なんか下にサマルトリア王子が見えたんですけど、気のせいかな。え？ところでもう一人お連れの方は？え？もしかしてご病気では？それならば元気になられるまでお預かりしますが。あー、なんかこのイベントあったような気すんな。ちょっとほんのり今思い出した。
ちょっと待って、ほら絶対倒れてるもんこれ。ランド王子が寝てますもんね。なんか今チラッと視界に入ってあれってなって、おやどうしたんだ。この人は関係ない。あ、しかしランド様がこんなことになるなんて、私は王様に何とお伝えすればよいのでしょう。ランド様よ、大丈夫かね。話しかけてみましょう。あ、体が動かない。どうやらハーゴンが僕に呪いをかけているらしい。呪い、なんかそんな遠隔で呪いかけられんのかな。ハーゴンすげえな。ハーゴン、しかしやられたのが僕一人でよかった。多分僕はもうダメだ。マジでめっちゃ弱気になっちゃってるやん。さあ僕に構わず言ってくれ。あらまあ、ちょっとこれなんなん、これで終わってしまったんやけど会話が。ちょっと待って、ムーンブルクのさ王女様も呪いでさ犬になってたけど、道具使ったら治ったんですよね。宿屋のおっちゃんなんか知らんかな他に。普通に止めてこようとするんやけど。あ、そっかそっか、わかったぞ。さっき世界樹の歯を手に入れたじゃないですか。生命にあふれた奇跡の歯って書いてる。なんかコメントでサブイベントで使えますよって言ってたのがこれのことかな、サブイベント。でもさ、それにしては情報なさすぎません？なんかさ、もっとさ、世界樹の歯には死者を蘇らせる力があると聞く。ハーゴンは遠くからでも人を呪い殺すことができるというが、あ、このおじいさんがヒント喋ってくれる感じかな。そうかも、ここはハーゴンのいるロンダルキアの地ではない。呪いの力も弱いはずじゃ。そうやんな、そんなに近くなかったよね。もう海を挟んでとかですもんね。そうやんな、もしかしたら世界樹の歯でお仲間を助けることができるかもしれんぞ。よし、ここでなるほど情報が入るってことか。ほんで世界樹の歯を、世界樹の歯がある場所を教えてくれる人がここにいるしね。なるほど、そういうヒントがあったわけでございますね。そう、こんなヒントなしでさ、いきなりさこんなことになられてもさ、どうしたらいいんってなりますよね。済むよね。二人でハーゴンやっつけに行けというのかってなりますよね。はい、わかりました。じゃあ世界樹の歯を使いましょう。ここでぬるっと使えばいいのよね、いつものように。はい、使う。あ、なんだ。すごい、誰にっていうのが出て、ちょっと待って、なんか、すごい今不思議な現象が起きた。あ、ここではさ、ほらルービーとサマンサだけなんですけど、この辺近づくとランドがいる。ランドがいる。ここでランドはホイミを使えるわけ。ランド呪文使えますやん普通に。これさルーラ使えんじゃない。ちょっと一回やってみる。ちょっと待って、これベラヌールにしとこうか。ルーラ使える感じ。戻った。久しぶりに3人じゃなくなったから最初の旅の音楽に戻りましたね。よいしょ。あー面白いな、近くにいることで仲間として認定されていたな今。動けないって言ってたけどルーラ使えてしまった。なんかちょっと面白かったわ今。あ、そっか、これ道具を使えるようにするために一時的にパーティーに戻っているってことか。使いましょう。はい、遊んでごめんランド。はい、復活してください。ルービーは世界樹の歯を煎じてランドの口に含ませた。なんとランドの顔色がみるみる良くなっていく。ありがとう、僕はもう大丈夫だ。心配をかけて悪かったな。さあ行こう。壮大に仲間になった。仲間になった時のあの音楽が壮大に流れ出した。よかったよかった。はい、戻ってきてくださいよ。はい、ぬるっと戻りましたが、なんかこれでさ、あ、今トロフィーは獲得しましたけれども、ハーゴンの呪いが解けたと。これでなんか私に得はあるんです。世界樹の歯を失ってしまっただけなのでは。これでね、なんか呪文でも覚えてくれてればよかったんですけどね。ハーゴンの呪いが解けたことによってなんか力に目覚めたみたいな、秘められた力が目覚めてきたみたいなことで呪文覚えたみたいなやったらもっと盛り上がってんけどな。まあまあイベントが見れて楽しかったねっていう感じかな。
こういうイベントが、うん、見れてよかったみたいな感じのことですかね。これベランヌールに泊まらんかったら一生このイベントは見られへんのかな。ね、見ないまま全然クリアできそうですよね。私も今泊まろうとしなかったら全然忘れてたもん、このイベントのこと。よかったと思って見れましたね。ランド王子が苦しむイベント。じゃあ世界樹の葉もう一回だけ拾いに行っとこうかな。うん、拾いに行っときますね。よいしょ、やってきましたと。はい、もう一回拾えるみたいですね。よし、オッケー。それでは、はい、行きますか。前回見つけためっちゃ危なそうな洞窟にさ、行くしかないよね。はい、行きましょう。あー嫌やな、嫌やわ。絶対これ苦労する感じやんな、トラウマなかけよう。ちょっとこれは今日攻略しきれないかもしれないが、とりあえずちょっと見てみよう。まあまあ、なんか敵は見たことありますよね。全部見たことある敵やわ。まあまあ、こんな感じの敵やったらまだ見たことある敵なのでなんとかなりそうではあるが、おー、なんか骸骨がいますね。うー、いやな、怖いな。よいしょ、もう音楽がね物語ってるよね。あ、出たな、地獄の使い。許さんから、まだ私許してないからな、地獄の使いのことは。ちょっともう優先的にやっつけますけれども、よしよし。そっか、あの塔で出たさ、モンスターと一緒かもしれないね。あの塔なんでしたっけ、満月の塔。そうそうそう、満月の塔で出たモンスター、そのレベルならまあまあやっていけると思います。 MP も温存しながら。はい、宝箱、不思議な木の実。ここでもやっぱり種がいっぱい手に入るのかな。使っていきましょう、不思議な木の実は。サマンサかな。よし、5も上がった、嬉しいね。そう、サマンサのレベルが上がってほしいね、そろそろね。悪魔の目玉怖いんでしたよね。この人を倒していこう、最初にね。よいしょ。はい、宝箱、銅の剣意外なもん落とすな、全然いらんけど。はい、こっちに下に行ってみましょうか。あ、下につながる階段、上にも道はあったけど、まあまあ下に降りてみるか。よいしょ、地獄の使いから優先的に倒していくよ。あー、ベフォーマンス使いよった、ほんま嫌いわ、やばい。出なかった、よかった、危ない。あー、もう嫌ですよ、本当に。こっちかな、こうかな、こうしたら全員死ぬかな。よいしょ、あるかな。これにやられたよね、満月の塔では。このルカナをかけられたことによって死亡してしまったのであります、サマンサちゃんが。よいしょ、はい、倒してこう。はい、死んでください。あー、サマンサよ、新しい呪文覚えたまえ、本当に弱いのよ、ちょっとちょっと今んとこ弱くて、回復要因なのよ、完全にね、回復要因なのですよ。また道具の剣を手に入れたな、いらんな道具いっぱいやな、全然いらんな。そろそろベホイミかけとこっか。ホイミでいいな。よいしょ。はい、全開しましたと。ねえ、サマンサはね、油断したら結構死んでしまうのでね、ルカナンかけられたりしたらさ。さて、どうかな、道そんなに複雑ではないような気がするな。よいしょ、ゴールドオークね。あんまり強くなかったよね、この人はね。まあまあまあ、やっていけるでしょう、この程度の敵であったらね。はい、なんかいいもん入ってない。何この表示、宝箱は罠だった。罠だったって何、え、毒を受けた、え、そんなことあんの初めて見てんけど。空っぽだった、あ、そうですか、罠だったかそっか、まだこの時代にはミミックとかそういうのは出てこなかったんでしたっけ。あ、毒消しそう持ってたの、そういえば。使いましょう。そうか、そうか。はい、消えました。罠だった。びっくりしたな。何が起こるんかと思いましたよ。毒ぐらいでよかったよね。あー、めんどくさい。銅の剣3本目なんですけど、いりませんってだから、もう。もっと今もちょうだい。なんか、いるんですけど、あっこに兵士がいるんですけど、どうしたんやろ、あの人。
なんでこんなとこに迷い込んでしまったんやろうね。よいしょ、本にかけとこう。よし、大丈夫かね、彼は。何しに来たんやろ、ここに。どうやって来たんやろう。あの彼どうやって来たんでしょうね。だって船もなければさ、月のかけらもなかったわけでしょ。どうやって来たんです。その昔、海の底で火山が爆発してこの洞窟ができたそうだ。普通に解説が始まったんですけど、なんなんやろ、案内人なんかな。まったくここは暑くてかなわんよ。やばい、こいつ何者。何者なんです。むっちゃ気になるんですけど。もう会話の内容よりあなたのことが気になるんですけど。よし、行きましょうか。とりあえず目についた階段を降りていこうかな。やっぱり結構複雑でしたね。複雑やったわ。下がったり上がったり。あれ、ここって来ましたっけ。まだ来てないよね。ああ、またいる。またいた、兵士の格好した人が。どんなんやろう。ここに住むなんか地底人なのかな。不思議やわ。なんかもう最近ずっと戦うっていうコマンドを入力しまくってるんですけど、ちょっとメラミとか覚えません。誰か誰かなんか覚えてください、そろそろ。何者なの、あの兵士たちは。ここは、あ、ここもなんか下り階段あるな。ちょっととりあえずあの兵士に喋りかけてみようかな。やっぱめっちゃ来たんですけど、ブラッドハンドが。画面いっぱいブラッドハンド。全然見たくない。イカチチの杖が効いてほしい。いけいけ、倒しちゃえ倒しちゃえ。よいしょ、はい、オッケーオッケー。なあ、効かなかったパターンもやっぱりあるな。結構もう仲間呼ばないでね。わ、無限に出てくるブラッドハンドが。やめて、もう来ないでください。よし、めんどくさいよブラッドハンド。あ、レベル上がった。サマンサじゃない、そろそろなんか覚えるでしょ。覚えますよね、きっとね。どうだ、はい、あれ。ちょっと待って、バギー以来長すぎません、攻撃呪文覚えるまで。覚えへんの、下手しい。サマンサって攻撃呪文めっちゃ覚えるイメージだったんですけど、そんなことなかったのか。もう完全ベホイミ要因ですけど今や。残念やな、なんか残念なんですけど。ちょっと彼にもう一回話しかけましょうよ。別の彼ですよねこれね、さっきの彼とは違う人ですよ。はい、喋りかけてみましょう。はい、炎の聖堂を見つけたか。いいえ、この洞窟のどこかに悪霊の神を祀る礼拝堂があるという。あ、これが邪神の像があるところなのかな。そうかも。そこにはハーゴンの神殿に近づく手がかりがあるはず。はい、だが気をつけるがいい。邪神のしもべが聖堂を守っているのに違いないからな。これボス戦があるパターンですねきっとね。しかしあなたは何者なんでしょうか。まあまあ、彼が言ってた通り炎の聖堂を探しましょう。不思議、誰なんやろう。はい、ここはどこにつながるのか。キラータイガー、これあれやんな、なんかあのデルコンダルで出てきたやつですよねきっとね。王様が、趣味の悪い王様が買ってたやつ。戦わされたよね一回ね。まあそんなに強くなかったかなと思ったけど、サマンサめっちゃ食らったな今攻撃。怖いな、迷いそう。あー、登る階段、これハズレやなきっと。はあ、迷う。ああ、ああ、ああ、倒そう。よしよし、攻めてきて攻めてきて、どんどんギラとか使えばいい、使えばいいよ。よしよしよし、倒したい倒したいよ。あ、いい感じじゃん。三発じゃ死なないらしい。よしよし、いいよ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 。はいはい、誰か攻撃を当てて当てて当てて、うん、当てて、あー、会心の一撃。倒した、はぐれメタル。すごい、1150ポイント、すごい、レベル28やって。わーい、わー、みんな上がる、みんな上がる。よし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 、上がって上がって。あ、ルービーが2回上がった、2回レベル上がった、すごーい、すごい。嬉しい、めっちゃ上がるやん、めっちゃ上がるやん。ランドも2回上がるんじゃない、上がりそうじゃない、上がる上がる。ふーん、よいしょよいしょ、ふーふー。
上がった、また上がった。なんか新しい呪文とか覚えるかな、覚えるかな。ザラキ、ここに来てザラキを覚えました。え、これブラッドハンドとかにめっちゃ有効なのでは。さあサマンサちゃん、そろそろ呪文覚えますよね。ちょっと待って、ちょっと待って、急、みんな急よ、急すぎるよ。待って、バギーですよ、だって今今使える最強の呪文がバギーで、次イオナズン。マジでイオラとかあるでしょうよ、他にもっと。めっちゃ MP 使うんじゃない、ただびっくりしたんやけど、バギーの次イオナズンってそうやったっけ。スーファミ版でもそうでしたっけ。飛ばしすぎやって、いろいろ。ここどこです、ほんで。あー、ここね、ここですか。じゃあ次こっちかな、こっちを、トラマナかけて、よいしょ、はい、これを開けましょう。罠かな、大丈夫かな罠怖いわ。祈りの指輪がいっぱいありますねもうなんか持ち物いっぱい、どの剣捨てちゃおうと吸ってる。はいはい、いいよ、投げ捨てたその宝箱に入れといたらええわ。ほんで誰かがまた見つけてがっかりしたらええわ。ここで銅の剣ってなればいいなればいいよ。こんな最終ダンジョンみたいなところで銅の剣入ってたらもうめっちゃがっかりするよね、きっとね。さあ、ここで合ってるんじゃないかな、どうかな。ちょっと待って、使いたいよね、呪文使ってみたいよね。イオナズン使う、イオナズンから行こうか。あ、でも8とかやった、と使うんかと思った。バギで読んですよ、バギで読んやけど、イオナズン8 ちょっとようわからんわ。ほんでまだ2個覚えるんですね。イオナズンの次何覚えんねやろ、逆に気になるわ。ほい、イオナズン、あ、分散してほしかったな。これ一層できんじゃない、キュピーン、ドン、強い、一気に強くなったよ。まあ多用はできないですけどね。ちょっと待って、ここ来たな、あれ来た、わからへん、迷子迷子、来た気がする、来たよね、上から来たよね多分。ほんでここ登ったよね最初、そうですよね。じゃあ右かな、よし、イオナズンの使い時、いや、ザラキかな、ザラキいっとこっか、次はザラキ聞くかな、聞いたら気持ちいいよね。ザラキ4やって、 MP これで結構食らうんやったらいいですよね、食らうというか死ぬ確率が高かったら嬉しいんですけれど。よいしょ、一掃できたら気持ちいいねんけどな。聞く、あ、結構聞いた、結構聞いたよ、嬉しい。ホイ見つかってきよったら、くっそー、やっぱり新しい呪文覚えると楽しいですね、楽しくなるわ、戦い方の選択肢が増えるからね。こっち行ってないよね、こっち行きましょう。はい、降りてく、あ、当たりっぽいね、下っていく感じですよねきっとね。この見えてる階段行こうか、よし、当たりっぽい、降りてこう降りてこう。お、むずいねんけど、次どこ行きます。はい、トラマナー上、あれ、あ、行き止まりやった、マジか、違ったのか。ちょっとなんか一気に強くなってそうじゃないこれ、大丈夫かな。どうする、イオナズンいっとく、ザラキいっとく、イオナズンいっとこうか。じゃあ戦うで、イオナズンいっけー、ヒュードン、ピキン一掃できるわ強い、サマンサちゃんが一気に強くなったよイオナズン覚えるとは思わんかったな。しかしここではなかったか、うーん、わからへんな、戻りましょう。よいしょ、この上は、あー、道はなしと。よいしょ、じゃあ別の道っぽいですね。はい、ちょっと時間が長くなってきちゃったし、多分まだまだ先は長いと思うので、ちょっと一回ここで切ろうと思います、ごめんなさい。はい、今日も見てくれてありがとうございましたね。今日はなんといってもランドがザラキ、サマンサがイオナズンを覚えて、イエーイって感じですね。はい、じゃあ次回続きやってって、はい、なんか炎の聖堂にたどり着きたいと思います。
じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。